eine neue Ära, in der die erneuerbaren Energien unsere Ressource sind. Atomkraft ist nach wie vor eine Risikotechnologie. Neue Atomkraftwerke erstens sehr teuer sind, zweitens viel länger gebraucht werden, bis sie bauen können, und damit kommen sie zu spät, um die Klimakrise zu bekämpfen. Kann auf die heimische Nutzung von Wind, von Sonne und von Geothermie setzen, um sich selbst unabhängig zu machen. Ich lade Japan herzlich ein, mit vorne dabei zu sein, denn dieses schöne Land hat so viel Potenzial. こんにちは、パトリック・グライフェンズ君、よくおっしゃっていただきました。パトリック・グライフェンズ君、しかし、日本の抵抗勢力が出しゃばります。福島の事故が起きた2011年、日本は元からある水力発電だけで、すでに日本の電力の 10% が再生エネルギーでした。時の民主党政権が再生エネルギーを推進していくことを決定しました。しかし、原発利権にしゃぶりつく自民党が政権に復帰すると、ことごとく日本の再生エネルギーに邪魔をしたんです。2011年から12年経った今、再生エネルギーはわずか 10% しか進んでいません。例えば、太陽光発電をもっと活用しようとしても、送電線は将来に復元する原発のために開けておかなければいけないと言って、太陽光発電を送電線につなぐことを拒否したんです。そんなことで日本の再生エネルギーは普及しないんです。日本が世界のエネルギー会議で毎年、化石賞という不名誉な侮辱を受けているのは、抵抗勢力の自民党のせいなんです。パトリック・グライフェン次官、自民党を罵倒する言葉をぶつけたいです。パトリック・グライフェン次官、なんと言ったらよいのでしょう。豚うんこ、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 豚うんこ。